せーの、中村さんち。こんにちは、ルナです。ご飯です。はい、動画を見てくださってる方はお分かりの通り、私たち今ウィスラーから車で5時間半ぐらいかけてバーノンという町に来ております。来ております。ケローナの近くかな。初めて来たんですよね、私たち。そうなんです。はい、で昨日はリゾートホテルに泊まったりとかして、しました。で今日はゴルフしたりスケートパークしたり、しました。結構今ヘトヘトなんですけど、めっちゃお腹減ってて。減りました。ただ縁もゆかりもない土地なので、ちょっとどこでご飯食べたらいいか分かんなくって、トリップアドバイザー、まあ、食べログみたいな、それを見てジャパニーズレストランを探しました。今日は口コミで5スター中の 4.5 のところ、ほぼほぼ5ですね。はい、そこに突撃してみたいと思います。知らない土地で全く知らない日本食レストランに入って成功するのかどうか。はい、はい、ということで、もうお腹ペコペコなので入りたいと思います。今日入ってみるところはこちらです。わさび寿司やってるかな。7時半までだ。結構ギリギリ。なんか雰囲気良さそうよ。入ってみますか。ようこそ。あ、こっちがやってる。はい、イエス。そっちでいい。うん、こっちでいい。なんかすごいいい感じだな。Thank you. ロール、丼、うどん。値段的にはどうなんだろう。まあ、そん普通じゃない。うん、普通じゃない。まあ、ロール 6.75。まあでもウィスラーとそんな変わんない感じかな。そこまで高くも安くもない感じ。ツナ、サーモン、エビ2ピースで5ドルだって。そんな高くない。これだけ朝日スーパードライ。握りが食べたいんですよ、今日。昨日記念日だったんでね、ご飯くんがおごってくれると思うんでやっぱおごってもらうときは握りですよね。握り頼んでいいですか。はい、はい、どんぶりも食べよう。どんぶりもな。握りとどんぶりと、どんぶりな。うん、サヒです。お願いします。朝日が飲めんの嬉しいね。入んなかった。入んないね。あ、無理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 。朝日は 5.95。 お疲れ様です。そしておめでとうございます。4周年乾杯。いってらっしゃい。好きパラに聞くね。 I don't fake this kind of feeling. Never felt so real. My heart is on the table. Cause you're my everything. I do.届きましたね、どんぶり。じゃーん、結構大きい、しっかりと。うん、美味しそう。匂いもいいよ。匂いもいい、そらそうだ。で、寿司、ね、これが私がオーダーした。いなり頼んだ。あれ、いなり頼んだっけあ、セットなんじゃない。いなりとさ、卵いなり。あ、なるほどね。安いじゃん。あ、すごい。美味しそう。いただろう。なんかでも、シャリは機械でやってる感じがするな。シャリが結構真四角なんだよね多分これは機械で寿司職人やってる気がする。これが、ホタテ、チョップドホタテで、うなぎ、ネギトロで、卵。私くたびれた。いただきます。うわ、美味しそう。はい、どうですか。美味しい。お腹減ってるから。あのさ、下にちゃんと野菜入っててさ。本当だ。そう。ネギトロ頼んだけどネギ食べれないんだった。お前。ネギトロからいきます。いただきます。ちゃんとトロ入ってる。いただきます。うん。普通に美味しい。次。大好きなホタテ。はい。飛び粉とゴマが乗ってるね。うん、何のソースだろう。なんかマヨかかってる。甘い。うん、全然美味しいよ、本当に。うまっ。すごいね、結構ボリューミーだよ、これ。めちゃくちゃ入ってる。甘い。あ、そうかも。いきなり食べちゃおう。おいしい。うん、めっちゃおいしいよ。
けた感じ。大好きなうなぎ行きます。好きなうなぎ。うまそう。うまい。トロトロ。うわ、美味しいよね、うなぎ。あ、うなぎ一番美味しいわ。ガツッとくるね。あの、全部うなぎでもよかったかもぐらいうなぎが一番美味しいです。面白いよね、この真ん中にさ、そう、ビーツが乗ってくるっていうのが日本じゃなかなかないよね。うまい。なんか、何これみたいなところに当たんなくてよかった。確かに。バーのさ、すごいジャパニーズレストランが多いんですよ。こんなにウィスラーにジャパニーズレストランないし、もしかしたら日本人も結構住んでるのかな。どうなの。ねえじゃない。でも需要があるってことだよね、こんなにジャパニーズレストランがあるってことは。結構アジア人以外に来てるけど。来てる来てる。アジア人うちらしかいない。多分俺らが一番箸使うの上手いと思う。確かに。ここにいる人。明日どうする。明日無計画なんだよね。バンクーバーの方にいるのか、カムルーツに行くのか。そうそうそう。でももうお家に帰る方向性でいいと思うんだよね。あ、あとフルーツスタンド行きたいし。あ、フルーツスタンドね。そうそう、フルーツスタンド行きたいよ。Thank you. You're welcome. あ、美味しそう。Enjoy. ありがとうございます。Thank you. 来た。器が美味しそう。すごい熱々できてさ、ほうれん草、ほうれん草が入ってて、結構しっかりお肉が入ってる。だしが、しかもだしも、ね、醤油ベースみたいな。すごい美味しそう。うどんってやっぱり疲れると食べたくなるよね。あ、美味しい。あ、ほと優しい味がする。でもなんか肉汁が結構出てるから、うん、なんか汁はなんかビーガンっぽい味付けなんだけど、肉が入ってるから、うん、肉汁がね、めっちゃ出て美味しい。あと、しいて言うなら、この丸い、私箸使うの人でさ、丸い箸好きじゃないんだよね。うまいね。肉うどんがさ、めっちゃ九州を思い出す。うまっ。やばくない？肉汁。これだけでご飯いけるわ。わかる。肉うどん美味しいでしょ。あんまないでしょ、マラとか肉うどん。いや、そうでもないよ。あ、そう、うん、だってどん兵衛とかであれやもん。あ、そうか。ご飯くんが足りなくてオーダーしたうなぎ巻きです。それでお腹いっぱいにしてください。ありがとう、うなぎ。はい、ごちそうさまでした。あ、はい、思ったより安かった。うん、うんうん、確かにお寿司屋さんとしては握りの種類とかは少なかったんだけど、まあ、いろんなロールあったし、ちょっとご飯くんがカニ、甲殻類アレルギーってことで、ね、そう、そのアレルギーのせいでうちらはロール頼めなくて、大体のロールの中にカニとかが入ってたんで。そうそうそう、メニューの中 ね、 とかね。そうだけど、もしロールとか食べたい人だったら全然いっぱい種類あるしね。私は一番うどんが美味しかったんだよね。あ、丼も美味しかったし。美味しかった美味しかった。だからなんか寿司っていうよりもなんか寿司じゃないやつの方が案外美味しかった。そうかも。うん。よかった。でも結果的に美味しかったし、安かった、ね、結果的には安かった。お会計は$72、お酒とジュース1杯ずつ頼んで$72でした。はい、で、まあ、それにチップっていう形になりました。うん、出てくるのも早かったし、うん、はい、握り食べたかったから、ちょっと握りの種類が少なかったことがちょっと残念だったぐらいかな。まあ、冒険初めてした割にはいいんじゃないですか。うん、日本食だけど日本人が経営してるとは限らないじゃん。そうそうそう、結構な確率でコリアンだったりとか中国人だったりすることもあるじゃん。だからその辺はちょっと調べきれなかったんだけど、はい、今日はバーノンでちょっと初めて冒険しましたね。はいはい、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。